レッツラゴー。はてなはてなはてな。あれこの扉、あれじゃない、採掘場の奥にあった扉と一緒だが、それはたまたまか。いや、やっぱつながってんのか。やっぱあの採掘場の奥の扉とここつながってたくさいな。君は何しに？この兵ってのは尾行は苦手みたいだな。悪いがこちとらこういうのは割と得意でね。ロー君ナイフとか持ってたの？ローが言い出した時は何だと思ったな。猫に続いて意外とやるね、ロー。意外とは余計だろ。あ、違う、ロー君油断してるからもう。キサラさんとっても強いよ。え、それレナの術だろ。なんでダナのお前を使えんの。どうやらおとなしくさせる必要があるよね。せっかく穏便に済ませてやろうとしたのに。え、その何、物を消す技術、レナのあれじゃないの。なんで君が使えてんの。続編はもちろんないですね。つか盾持ちだからロー君のあれを取っとけばよかった。えぐいダメージ減少えぐい。待って、体力8万ってかめっちゃアルフェン追ってくるじゃん。え、そんなにアルフェンのこと嫌いですか。とりあえずロー君のブーストゲージ溜まるまで何もできないんだよな。これロー君が溜まったのでようやくまともに戦えるんじゃなかろうか。ブレイクしてもろて、ちょっとかわいそうだな。なんかこんな人間相手に、人間相手って他のやつらは人間なんだけど。え、やば、オーバーリミッツ状態でございませんか。ええ、ダメージおバカさんなんですけど、ダメージがおバカさんすぎるんですが。嘘でしょ。あれ、しかもこいつ盾直った、盾直るの早くないですか。魔王演劇派からここまでつながって味方のあれが始まって、痛すぎてまたオーバーリミッツ状態ですか。これ次は助からないんですよ。あー、もったいない。だからそれオーバーリミッツ溜まりすぎじゃない、あなた。怖すぎ。オーバーリミッツ使いすぎだよ、ずるくない。非エンジンで俺引きながら攻撃するのがもしかしてタイポスいいのか。一応これで使っといて、魔王演劇派まで間に合ってないな。ちょっと盾崩れる時間短すぎるけど、もう半分減ったか。全然いけそうですね。いいねこれ、一番ド派手で一回終わりと。 HP 半分削ったらイベントですよと。まあそういうやつですわな。ティオハリムの差し金か。何のためだ、出て行けと言いつつやっぱり殺すつもりだったのか。いや、てかこの人セクシーすぎるんだよな。私たちはあの黒猫に導かれてここまで来た。その私たちをつける理由は多くないはずよ。俺たちを呼んだ者に用があるってことか。お姉さん、ちょっと後ろを向いていただいて も背中側とってもセクシーなんですよね。それは別に私たちを助けるためではないでしょうね。違う、私たちを呼んだのは何者、答えなさい。おい、本気か。待ちたまえ。その声は誰ですか。知らない人でした。君たちを呼んだのは私だ。お前まで来るとはな、久しぶりだキサラ。ヒゲすごい。知り合い、メキウダ兄さん。え、兄弟なの。カラグリアとシスロディアを解放した英雄か。こんなところまで噂は届いてるんですね。俺たちだけの力じゃない。どうやってこいつそんな噂を手に入れたのかわからんけど。ねえ、彼女さっき兄さんって言ってたけど。ああ、そうだ、この世でただ一人の肉親だよ。共にダナとレナのこの国の未来を夢見たものだ。それにしてはまるで旧敵を前にしたような態度ね。その人は裏切り者だからよ。同じ近衛兵団に身を置きながらティオハリム様の暗殺を企てて行方をくらました。それがその男の正体。お前何やろうとしたんねん。
まだそう信じているんだな。違うっていうの？言っても信じないと。背中がセクシーですね。あの時もそうだった。だが私は今でもティオハリム様に仕えているつもりだ。一応ティオハリム様には別に。それこそ信じられないわ。忠誠は誓ってるんだな、こいつも。そもそもてかごつくね。この国はかつてとても過酷な支配を受けていた。こいつごつくね。なんか知的な雰囲気を醸し出しつつ、めちゃくちゃ肉体派だろこれ。私は我々のような身寄りを失ったダナの子供たちがいくらでもいた。身を寄せ合って互いに助け合い、なんとか生き延びたものだ。そこにティオハリム様が現れた。あらゆる区域を廃し、我々ダナ人を人として扱ってくれた。家族は引き裂かれずに住むようになり、メナンシアは生まれ変わった。なら、どうして裏切ったの？順を追って話そう。レナの目的が精霊力の収集であることは知っているな。ああ、それで次のレナの王を決めるんだと聞いた。そうだ、治水火風光の五属性の精霊力だが、生命にはその全てが含まれている。わざわざ人力に頼る理由だよな。そこで質問だ。精霊力を失った生命や物質はどうなる？よくわからないが、死ぬというのとは違うのか？もっと悪い。見たまえ。鋼鉄化してるじゃん。やっぱそういう現象があるんだよな。金属。なんかテイルズシリーズ、そういうなんか人が人じゃなくなるみたいな、好きなんだよな。正確なところは私も理解を超えているが、これは何でもない物質でなくなったもの。なんかかつて物質だったなんだかんだ、そういうこう概念的な新しいものを虚水という出してくるんだよな、テイルズシリーズ。虚水。それ自体は目に見えず、ただ周囲が映り込んでいるように見える。これが全身に及んだ時が私の最後というわけだ。そんな。でもどうして兄さんがそんなことに？精霊力取られすぎたのか、こいつも。去る陰謀が進行している。おそらくティオハリム様はご存知ない。あ、そういうことか。私は偶然それを知り、あの方に知らせようとしたが、あのティオハリムの周りの誰かしらが結局なんだかんだ、いや精霊力を集めなってやって、国民たちからさりげなく精霊力パクっていってんのか。ダナの生き物がこれを食べると異常な興奮状態に陥り、通常より多くの精霊力を放出するようになる。それってひょっとしてアルフェンとローがおかしくなったのって？もう体験済みか。この国の食料の大半に混ぜられているはずだ。不思議はないな。じゃあ俺たちもあんたの右手みたいに虚水ってやつに。安心したまえ。継続してそれなりの量を摂取しなければそう簡単になったりはしない。でもそれなら私はなぜ何ともないの？なぜ兄さんだけが？おそらくこの衛兵の食事には入っていない。ティオハリム様に感づかれないために。だからあの町の外のやつら、町の外つかな、宮殿の外のやつらだけ、そしてあんななんか最近疲れたんだよなとか言ってたのか。多分そのまま死ぬと思ったんだろう。私は人知れず。殺し方がこれを摂取させるってなんか独特な殺し方するやん。私は生き延びた。それで暗殺未遂をでっち上げられたというわけね。そんな。そして私は同志を集め、僅差の猫という組織を作り上げた。毎回組織出てくるやん。我々は
陰謀の真相を探り当て、それをティオハリム様に告発する機会を伺いながら果たせずにいた。だがそこに君たちが現れた。それでその子の出番だったんだね。一か八かだったかな。よく気づいてくれた。ザレもよくやってくれた。それで具体的にはどうするんだ。あの方は定期的に市内を視察する。ダナ人もその時直接話すことができる。そこを狙う。当然警備は厳しいだろうが、君たちがいれば近づけるかもしれない。わかった。てか話をするだけなのにそんな危険か。周りのレナ人が無理やり抑えたとしてもさ、ティオハリム様話聞いてくれそうだけどな。未来ティオハリム様は素晴らしい方だが、それでも一回の鋭に過ぎない。今の鋭ブリガが終わればまた次の鋭がこの国を治めることになるだろう。そうなれば全ては元の木阿弥だ。そうなる前にティオハリム様に立ち上がっていただく。あの男がそこまですると本気で信じているの？ダナのあなたが？おかしいか。全ては信じることから始まるのだ。王が決まったらその瞬間すると一回全員帰るんかな、国に。で新しいスルドが来るって感じなのか。いやまあそうだよな、さすがに。ん？ミキューだ。名前が読みづらいよ。キサラさんかわいそうすぎるんだが。いや兄さん実は極悪人なんですよ。うわーこの野郎。いや実は国のためにねみたいな。ザーレかわいいやん。気づかれたものすぐ殺されかけるやん。危なこの国。君は何者だい？止まっていくか。止まっていくしか選択肢ねえで、生涯をこんなとこいたら。アルフェン額に指当てるのめっちゃ癖だな。なんで野営してんのあんた。場所提供してもらってたやん。寝ないのか。あなたこそ。目が覚めてしまっただけだ。眠くなったらそのうち寝るよ。肩は大丈夫？肩？ああティオハリムに撃たれた部分か。多少違和感はある。平気だ平気。痛みはないけど、なんかその骨の異常とかはなんとなくわかるんだな。この服装ちょっとセクシーすぎるな。ゲームに集中できないよ。これで良くなったはずよ。
すがだな、シオン。ありがとう。考えてみれば、あれは私が悪かった。いや、どう考えてもそうだよ。なんで急に銃ぶっぱしたんだよ。スルドを倒せるわけないのにね。焦りすぎなんやって。もうその話はいいだろ。みんな無事で今もこうして治癒してくれた。全てのスルドを倒す、その約束も続けられるだろ。そうね。でも一つ聞かせてちょうだい。ローはあなたが私を心配したと言っていたわ。あなたは私の何を心配したの？そりゃあ、なんだろうな。何よそれ。シオンがいなくなったら炎の剣を使えない自分に戻ってしまう。そうね。そんなことより死なせたくない。ただそう思ったんだ。ちょっとラブコメ入りましたね。まだそんなこと言ってるのね。少しは学びなさい。いやでも治癒術使えるシオンよりかは痛み感じないアルフェンがダメージ食らった方が絶対ええやん。合理的だよ。約束を果たすためにももうちょっとで触るとこだったのに。そうね。覚えていて何よりよ。どうしたんだ？俺先に寝るな。ご自由に。いや、シオンめっちゃ可愛いな。人のぬくもりを感じたいと思ったんですね、茨の女王様が。キサラは夜のうちに戻らせた。結局彼女はあんたを探していたんだろうか。どうかな。昔から生真面目な子だった。君たちが面倒を引き起こすのではと思って見張っていた。案外そんなところかもしれん。大丈夫なのか？通報したりなんてことは。戻さなければそれはそれで怪しまれる。それに大丈夫だろう。仮にも憎しんやぞこいつらは。決行日が来たらまたザーレを送る。それまであまり遠くには行かないでくれ。もう国から出てけって言われたんだよ。でもどうするの？しばらくはミキウダからの連絡待ちかな。じゃあどっか出かけようぜ。じっとしてるのは性に合わねえ。なら私も行くわ。あなたたちだけではミキウダの知らせが届かないところまで行きそうだし。子供じゃないんだから。少しはこの町みたいに仲良くしてくれよ。すぐ喧嘩しちゃうんだから。勢いでミキウダに協力することになってるけど本当に良かったのかな。まあ俺たちもともと戦うつもりだったしな。もし本当にティオハリムがミキウダの言うような人でダナとレナが争わないで済む未来をもたらせるなら俺たちが戦う理由は何もないことになる。それはそうだけど、なんか釈然としないよ。ねちっこい女だなお前は。やっぱりレナ人を信じる気になれないし、ミキウダだって正直よくわからない。あのキサラだって兄弟って言ってもレナとかダナとか関係なしに誰かしら疑うやん。あんたはもう一人っ子だからもう一つピンとこないけど、俺たちのこともよくわからないか。それはそんなことないけど、俺にはまだこの国の何が本当で何が嘘なのかがわからない。だから確信が持てるまでは迂闊なことはしたくない。それじゃダメか？うん、いいよそれで。
満足してないですね、リンメンさん。フルルもミキウダの猫ザーレもダナにもともといる生き物なんだよな。うん、ズーグルなんかとは違うよ。まあズーグルには可愛げなんてないもんな。フルフクロウにもねえか。うんめちゃくちゃディスったよ今。あちゃあちゃ痛い あるってあります。フクロウ最高。フルルも可愛いが俺は猫も好きだな。シオンは？え、あ、私？私はその猫派ですね。あ、どっちも。なんでもないわ。でも考えてみれば、愛玩用のズーグルって聞いたことないわね。ズーグルはいいよ。メラ人が実用本位ってことじゃないのか？何かしら特殊な機能を持たせたのがズーグルだってことを考えるとあり得るわね。照れ隠しにズーグルなんて言うなよ。こいつを止めてくれ。主人にしてねちっこいですね、フルル。